6月5日両国で復帰します。そして IWGP のベルトを狙います。不屈のエース棚橋博史。マディソンで負傷した左肘の手術から1ヶ月ぶりの復帰宣言。だがそこへ現れたのが、ジェイ・ホワイトが出てきました。ジェイ・ホワイトです。スイッチブレード、ジェイ・ホワイト。 You won the IWGP Heavyweight Championship. You are all the way at the back of the line, even behind Goto. I am next in line. 復帰は早すぎるという声もある。だが棚橋の意志は固い。もう列にね、並んでる行儀のいいプロレスラーなんてね、絶対一生順番回ってこないですよ。新日本プロレスの YouTube チャンネルで皆様からのコメントが、棚橋さん本当無理しないでほしい、 J の言う通り後ろに並んで徐々に目指してほしい。いつからプロレスラーそんなね、行儀が良くなったんですかね。おかしくないですか。そんなプロレスラー絶対応援できない。俺だったら復帰して早々IWGP とかさすがに笑うわ、笑笑ってなった。列の後ろに並べは正論。ムカムカしてきましたけども、だからレスラーは常に一番なりたい人間の集まりなんですよ。僕チャンピオンを目指さなくなった時が引退する時だと思ってるので、まだできるっていう思いがあるから、復帰します。2月の大阪でベルトを取られたリベンジもまだ終わってないので皆さんよく聞いてください。万全の体制でリングに戻ります。期待して待っていてください。棚橋博史復帰戦スペシャルシングルマッチ、ジェイ・ホワイト VS 棚橋博史。